若葉若葉は日本海軍の初春型駆逐艦3番艦である。1934年昭和9年10月に竣工した。日本海軍の艦船名としては1906年明治39年竣工の上風型駆逐艦若葉に続いて2隻目。1944年昭和19年10月、冷凍機海戦時に空襲を受け沈没した。 九百三十一年、昭和六年十二月十二日、佐世保交渉で第六十一駆逐艦として寄港した。九百三十二年、昭和七年八月一日、初春型駆逐艦に1番艦に、初春、二番艦にコピ、三番艦に若葉の艦名が与えられた。九百三十三年、昭和八年夏、春行前の初春とこびの講師運転で、 復元性能の不良が判明し、浸水前に大きな設計変更が必要になった。1934年、昭和9年3月18日に浸水。同系4番艦初下より約1ヶ月遅い同年10月31日に、竣航した。若葉は第21駆逐隊に編入され、初春型1から4番艦が揃った。1941年、 昭和16年9月10日、黒木正吉少佐が艦長に就任した。同年12月8日の太平洋戦争海戦を内海で迎えた。21日、第21駆逐隊、初春、コピ、若葉、初下と第27駆逐隊、白露、しぐれ、有明、夕暮れは、新珠湾攻撃を終えた第一航空艦隊と、父島沖で合流。 内海まで護衛した。1942年、昭和17年1月、第21駆逐隊は、輸送船団を護衛して、ダバオに入港し、仏印作戦に参加した。25日、スラウエ首都ン代理の攻略部隊に合流したが、初春が、軽順ながらと衝突し、戦線から離脱した。コピ、若葉、初下の三隻となった第21駆逐隊は、 マカッサル攻略作戦に参加した。2月のバリ島攻略作戦で、第21駆逐隊は、ながらと共に支援隊を編成した。19日、攻略隊の第8駆逐隊、大塩、浅塩、満潮、荒塩が、バリ島の上陸作戦に成功したが、同日深夜に、バリ島沖海戦が勃発し、満潮が大破した。支援隊は20日朝に、第8駆逐隊と合流し、 マカッサルまで護衛した。2月末のスラバヤ沖海戦で、第21駆逐隊は、測量を間逐しと共に、バリ海峡を警戒したが、3月1日未明に、連合軍の米駆逐艦4隻が、海峡に高速で突入し、損傷を与えられず逃走を許した。南方作戦とライン作戦が完了し、第21駆逐隊は内地に帰島した。初春が、 戦線に復帰し再び4隻となった第21駆逐隊は北方部隊第5艦隊に編入され、6月のミッドウェイ海戦時にはアリューシャン攻略作戦に参加した。第21駆逐隊は引き続きアリューシャン方面の輸送作戦を支援したが、7月5日にコビがアガッツ島沖で米戦水艦トライトンに撃沈された。8月28日、 薄雲が第21駆逐隊に編入した。10月17日、初春特駆逐艦朧が、キスカ島への輸送中に米軍機の攻撃を受け朧が、沈没、初春も大破した。若葉と初下が救援に駆けつけ、初春を護衛して、バラムシル島に送り届けた。11月7日、艦長は、末次信吉少佐に交代した。1943年、 昭和18年1月23日、軽巡基礎と共に、バラムシル島からキスカ島へ輸送中、浮上構想中の敵潜水艦を発見して、反転、起還したが、後に潜水艦位、e、35が紹介中だったと判明した。1943年、昭和18年2月以降、アリューシャン方面に、チャールズ・マクモリス少将の米艦隊が出現し、輸送船団の攻撃を始めた。 日本軍は、バラムシル島から、アッツ島へ向かう増援部隊の護衛に、第五艦隊、細海母子老中将の主力を配置した。3月27日、若葉は、従順那智、マヤ、軽順玉、アブクマ、他の駆逐艦三隻、初島、雷、電と共に戦乱を護衛中、北、太平洋で、マクモリス少将が率いる軽順リッチモンド、従順ソルトレイクシティ、 駆逐艦四隻、モナ、ハン、デールに遭遇した。第五艦隊は、米艦隊を撃退したが弾薬が欠乏し、アッツ島への輸送を断念した。帰還した若葉が悪天候のバラムッシル海峡で停泊中の30日、出港してきた雷に直接された。31日、若葉は、ナチ、マヤ、初島と共に内地に向かった。4月1日、薄雲が、 第九駆逐隊に移った。その後、第二十一駆逐隊は、内地と千島間の戦護衛に従事した。第二十一駆逐隊、若葉、初下は、6月28日に発動された、キスカ島撤退作戦、化合作戦に参加した。編成は、キスカ島撤退作戦三章。バラムシル島を7月7日に出撃した第一期作戦は、天候に恵まれず、 18日に祈祷した。22日に出撃した第二期作戦では、ノームの中を航行中の26日に、初下が、右げに衝突し、若葉の官尾が、駆逐艦長派に衝突した。第21駆逐隊司令の天野茂高大佐は、若葉から駆逐艦島風に移乗して、指揮を続けたが、若葉は、バラムシル島に祈祷したため、キスカ島兵員の撤収には参加できなかった。 内地で修理を行い、完了後は再び、千島方面の戦団後へ、北海道東方の大戦相当に従事した。10月1日二の片県文少差が艦長になった。初春も10月2日に修理を終え、前線任務に復帰した。1944年、昭和19年6月から洋島輸送作戦に、従事。8月5日、駆逐隊指令に、 石井公中佐が就任した。第21駆逐隊、若葉、初春、初下が所属する、第5艦隊は、早1号作戦で、第2遊撃部隊、島清秀中将を編成することが決まった。10月14日、台湾沖航空戦での戦火の誤認を受けて、同作戦が発動され、第2遊撃部隊は15日に、内海から出撃。20日に、台湾、 マコーに到着した。フィリピンへの大規模な米軍の上陸を阻止するため、第2遊撃部隊は、レーテワニへの突入を計画した。第21駆逐隊は21日に、第2航空戦隊、第6基地航空部隊の要請で、高尾からマニラへの兵員輸送部にあてられ、第2遊撃部隊と分かれた。23日、兵員をマニラで上陸させた。ミンドロ島東を南下し、 二十四日に、ミンダナオ島入り口で、第二遊撃部隊との合流を目指した。しかし二十四日午前八時、米機動部隊の関西域、約二十機が襲来した。若葉は直撃弾と資金弾で艦艇が損傷して、航行不能になり、同九時前に沈没した。沈没海域は、パナイ島西方。戦士三十名、巡視艦以上下士官艦二十九、重軽傷。 巡視艦以上7、下詞官兵67、上官していた、石井司令と2の片艦長は救助された。初春と被弾した初下は、第二遊撃部隊との合流を断念、ミンドロ島西を北上して、マニラへ帰島した。12月10日、帝国駆逐艦席から除籍された。艦名は、海上自衛隊の護衛艦若葉、旧駆逐艦なしに継承された。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。